はい、こんにちは、キューさんです。いつもありがとうございます。はい、続きいきます。第3章でですね、秘伝ノートが続かないその理由の一つ、はい、これはトラウマ、そもそも自分には価値がないから、この願いを叶えることはできないんだっていうですね、強い思い込みがあるっていう話をしました。で、前回はその矢沢永吉のですね、奥さんであるマリアさんがですね、矢沢だろっていうですね、矢沢なら返せるだろうっていうですね、借金をね、そういった言葉によって自分の存在価値を取り戻したというですね、もちろんこれ僕の説なんだけれども、まあ、割と妥当性があるんじゃないかなと思います。で、まあその A ちゃんの話をして終わったわけですけども、じゃあその私には価値がないとかですね、私はその存在する、してはいけないみたいなですね、そういった根強いビリーフはどうやってできたかというと、まあこれは例えば、まあ、典型的にはいじめとか虐待とかですね、ネグレクトっていうことになるんですよね。で、その時にですね、どういうことが起こっているかなんですよね。例えばまあそういうビリーフがね、できやすい背景としては、まあ、今言ったように両親が非常にその怖いってですね、虐待的なことをするとかですね、ネグレクトするみたいな感じですね、ほっとかれた、満足な愛情を受けることができなかったっていうことですね。で、その時にですね、子供というのは最大限に自分の存在をやっぱり認めてほしいわけですよ。まあ、どっかでもお話したと思うんだけども、まず生まれた時はですね、自尊心、ね、自信というのはマックスなんですけども、それはだんだんね、その減点されていくわけですね。例えばその100点取った時は褒められるんだけども、80点だったら怒られるみたいな。で、条件付きの愛情、条件付きの承認っていうのがですね、されると、あ、私は何々しないと価値がないんだみたいなですね、で減っていくわけですよ、ゲージがですね、どんどんだから、まあ、誰も彼もはですね、マックスのままっていうことにならないと思うんだけども、まあ、多少ですね、まあ、そういったそのね、程度の差はあるにせよですね、まあ、全然ない人っていうか、まあ、非常に低い人もいれば、まあ、そこそこある人っていうことで、まあ、程度の差はもちろんあるんですけれども、まあ、そのないね、非常に低い人はどういうふうなことになってるかというと、まあ、条件付きの承認であったり、いや、もともともう承認全くされないとかですね、中にやっぱりいらっしゃるんですよね。お父さんから褒められた経験がないんですよねみたいな、結構いらっしゃるわけですよ。で、そういう人はですね、何が起こっているかというと、自分は価値があるということをね、認めてほしいわけですね。まあ、両親、お父さん、お母さんとか周りにですね。だけどそれは価値がないというふうに断罪されるわけですよ。お前には価値がないんだというですね、その虐待、ネグレクト、まあ、様々なですね、まあ、条件付きな承認とかですね、様々なそのアクションによって自分は価値がないんだっていうことを植え付けられちゃうわけですね。だけど本当は価値があるんだと、私の価値、俺の価値を認めてくれということで、いつもね、そのコミュニケーションしてるんだけども、全部ね、否定されるわけですよ。で、本来であればですね、いや、俺に価値があるからっていうふうに強く出られるんだけども、ちっちゃいじゃないですか、子供は。だから、例えば両親っていうのはですね、自分の生命ですね、つまり安心安全を守ってくれる張本人なわけですね。で、その張本人であるですね、もう最終的なそのね、自分の生命の源である両親が、お前価値がないんだっていう、そういったコミュニケーションを取るとですね、自分はそこに反抗できなくなっちゃうわけですね。で、本当だったらですね、いや、そんなことねえんだって言ってですね、怒りでもってできるんだけども、自分で、あ、そうなんだっていうふうに抑えてしまった方が生きる上で楽だっていう、そういった選択肢を取ってしまうわけなんですね。で、それが最終的に人生脚本となって、あ、自分には価値がないんだなと、存在する価値がないんだなっていうことが深く根付いてしまうわけです。で、一方ではその引きこもる人もいれば、もう一方では自分の価値をね、世の中に認めてやるんだってすっげえ頑張るんだけどね、両極のようなんだけども、根っこは同じで、どちらも苦しいという話でした。はい。で、じゃあそれはですね、じゃあどうやって取り戻すかっていうことなわけですね。で、ここでですね、大切な感情というのがあるわけです。それが何かというと怒りなんですよね。で、怒りって何かというと、それは、自分が大切なものをですね、今ここで守るっていうために必要な感情なわけですね。ちなみになんだけども、交流分析なんかではですね、だからね、交流分析ね、杉田先生で、僕実は習ったことあるんだけども、交流分析なんかでですね、人間の感情をですね、4つに分けるわけですね。基本的な感情としてですね、で、まず1つはですね、最初はやっぱ2つかな。あ、最初は1つだな。最初は1つですね。おぎゃーって生まれた瞬間に何らかの反応があるわけですね。それを興奮と呼ぶんだけども、興奮はですね、心地いい興奮と心地悪い興奮って分かれるわけですね。それでプラスかマイナスかって分かれるわけで、で、プラスの方はですね、喜びっていう感情になるわけですね。で、マイナスの方はですね、怒り、悲しみ、恐れっていうですね、それで4つになるわけです。もう一回言いますね。喜び、怒り、悲しみ、恐れです。で、喜びとその怒り、悲しみ、恐れっていうのはそもそもそのジャンルが違うんですね。だけども全部大切なんですね。じゃあ喜びがなかったらね、生きることができないわけですよ。喜びのない人生というのは自分が生きる上でのやっぱりね、エネルギーですんで、喜びがないと生きることができない。じゃあ怒り、悲しみ、恐れっていうことに関してはですね、怒りは今この瞬間に自分にとって大切なものを守るために必要なわけですね。例えば
まあ何でもいいんだけども、そのまあアップルペンがあったんでね、これめちゃくちゃ大切にするとするじゃないですか、僕がね。で誰かがですね、これちょっとくれよとかですね、ちょっとくれよくれよっていう風にね奪いかけるでしょ。その時にさ、怒りを出すことによってこれ守ることができるんですよね。なんだよみたいな感じで、これ俺のじゃないかみたいな感じですね。でその気の弱いというかね、人はですね、うーって差し出してしまって怒りをふっと抑えて、そしてまあその昔両親からですね、そういった形でそのネグレクト等を受けてたアクションをですね、そのまま繰り返しちゃうわけですね。でこれちょっとくれよってね、そのガキ大将みたいな人いたらですね、本当はあげたくないんだけどさ、歯向かったら殴られるみたいな、それ怖さがあるわけですよ。だからこうやって渡してしまって、その本来持つべき怒りをですね、ふーっと自分に閉じ込めてしまうっていうことがあるわけですね。だからここではですね、怒りがない、怒りを持ってこれを守るってことが必要なわけですね。だからその猫だってそうだと思うんですけども、子猫をですね守るときに、親猫でですね、ふわーって外敵に対してですね、毛を逆立てて、怒りでもって相手を威嚇するわけですね。で、それは非常に大切なわけですね。じゃあ怒り、悲しみは何かというと、失ったものをね、乗り越えるために必要なんですよね。で、我々はですね、何でもやっぱり失ってしまうわけですよ。まあ、最終的にはですね、例えば両親はですね、普通に言ったら自分より先に失ってしまいますよね。亡くなってしまいますよね。その時にわーってやっぱり涙が出ますよね。あとペットでもそうかもしれないし、大切にしているおもちゃでもそうかもしれませんけども、人間というのはですね、みんなやっぱりその失っていくわけですね。で失ったものをですね、乗り越えて次に行こうというふうにね、振り立たせるために必要なのが悲しいという感じなんですね。でもし両親が亡くなっても、いや俺は全然悲しくないよねって言って言って、その悲しみを閉じ込めてしまうと不感症になっちゃうんですね、自分が。物事に対してね、感動とか感じることがやっぱりできなくなってしまうわけですよ。だからさ、うわーって泣くことが大切なわけですね。まあ、あんまり言いたくないんだけどさ、まあ、両親が先に亡くなるっていうのは自然なことだけども、まあ、そうじゃないケースなんてのは、それはすごいね、やっぱり超絶な悲しみだと思うんだよね。でもそういう超絶な悲しみに直面するとですね、人はやっぱりそれを認めたくないから、麻痺させることが結構ありますよね。でその時に結構必要というかですね、役に立つのがお酒なんですよね。お酒とか麻薬とか、なんかギャンブルとかですね。だからそのいわゆる中毒症になっている人はですね、自分の感覚を麻痺させるためにそれに手を出しているわけですね。まあちょっとついでなんでちょっと申し上げますけども、横山やすしさんね、まあよくこの僕の話で出てくるんだけども、横山やすしってさ、もう天才漫才師なんだけども、晩年はね、すごくやっぱり恵まれてなかったわけですね。なんかこの間ちょっと見てみたらですね、横山やすしは50代前半で亡くなってるんですよね。なんか僕からしたらもうなんか70歳ぐらいで亡くなったようなイメージだったんだけども、その晩年のね、その白髪の度合いとかそのやつれ具合を見たらですね、なんかあんまり僕とそろそろ変わんないじゃないかなっていう感じなわけですよ。で、やっさんはですね、やっぱりすごいね、怒ってばっかりいるでしょ、怒ってばっかりいるわけですよね、あれね。で、なんだろうね、ちょっとしたことでさ、すぐタクシーに切れたりとかね、で例えばそのやっさんはですね、いつも毎日ですね、漫才ブームの時もそうじゃない時もだと思うんですけども、特にそうじゃない時が多かったと思うんだけれども、お家にね、人を呼びたがるらしいんですね。お弟子さんとかその関係者の人ですよ。で、まあ、鍋を毎日するんですね。で、鍋ガーッと囲んで、で、もちろん、まあ、自分でお金払うんだろうけども、で、バーって弟子たちをね、呼ぶわけですよ。でも、逆らったらやっぱ怖いんでね、みんな来るわけですね。でも、やっぱり弟子たちもですね、まあ、自分の都合があるわけですね。で、やっぱり、まあ、とりあえずでもね、やっぱり怖いんで行くんですよ。で、やっぱ時間気にするわけですね、途中でね。で、パッて時計を見たらさ、あら、何時計見とんじゃーって感じで、時計パーン取ってですね、鍋に振り込むみたいなんですね。まあ、そんなこともしてたら、ですよね。なぜ時計見たらそんなに怒るかって言ったらですね、ああこの人がね、その弟子が立ってしまうのが寂しいんですよね、それ安さんはですね。それで本当はですね、横山やすしさんはですね、怒ってばっかり言うんだけども、あれ怒りってさっき言ったですね、大切なものを守るための怒りじゃなくてですね、これはですね、交流分析なんかで言うとですね、ラケット感情って言うんだけども、まあ代理感情って言ったりするんだけども、本当は悲しいわけね、本当は悲しいんだけども、それを怒りでごまかすってなるわけですね。代理される感情があるわけですね。この代理感情に関してまたちょっとどっかで、ね、改めて話さないといけないテーマかもしれませんけども、怒りを代理させるってことがあるわけですよ。で、例えばですね、健全なら怒りですよね。で、これ取られそうになったら、これやろうって言ってですね、怒り出すじゃないですか。で、向こうが、あーって逃げていったら、それ以上怒ることはないわけですよ。それスッとするわけですね。健全に怒りを出したらですね、本当の感情として健全に怒りを出すと、人間はそれで一応怒りが終わるわけですね。だけども、横山やすしはですね、ずっと怒ってるわけでしょ。ね、怒っても怒りが収まらないというのはですね、実は悲しみっていう本当の感情があるんだけども、それを隠すために怒ってるから、偽の感情はどんなに出しても、
消えることがないんですよ。だから安さんに必要なのは悲しみの感情を出すことだったんですよね。弟子がねどんどんいなくなるね、相方は政治の世界行って漫才ができないことなのね。で、安さんにとって一番やっぱり悲しかったのはですね、漫才ができないことなんですよね。ね、政治の世界行っちゃってさ、ね、清さんがですよ。でも最後の晩年はですね、なんか下関あたりの夏祭りに来たっていうのをですね、僕のその知り合いが見に行ったらしいんですけども、もうね、まあ、要するにどっか晩年はですね、なんか殴られて脳挫傷かなんかしてですね、なんかちょっとヘロヘロになって、その上で酒飲みまくって、そのビールをですねずっと片手にですね、なんか夏祭りのその櫓の上でいろいろ喋ってたらしいんですけどね、本当に何言ってるか分からなかったらしいんですね。まだ漫才するさかいな、まだ見に来てくださったみたいな感じで、ちょっとあんま真似すんの不謹慎かもしれないけどさ。で、そうやってさ、本当は悲しいという感情がずっと怒りでね抑えつけてたわけですよ。だからそんという時にですね、例えばですね、マツコデラックスみたいな、まあ、ちょっと中性的なキャラがですね、ヤシスさんも本当は悲しいのよねって言ったらですね、やりそうなね気がするわけですよ。それで自分の悲しいという感じを認めてわーって泣くと、ひょっとしたら安さんはその怒りを出す必要もなければ、お酒にねそんなに依存する必要もなかったかもしれないっていう話ですね。つまりその悲しみっていうのは、本当の悲しみっていうのは、漫才を取られたね、失ってしまった悲しみとか、弟子とか自分のねその家族が去っていく時の悲しみをですね乗り越えるために安さんは泣かないといけないんだけども、だけども怒りでそれを封じ込めるっていう戦略を彼は取ってたわけですね。それなぜそうしたかというと、ね、男は泣いてはいけないみたいな強いビリーフがまたさらにあったわけですよ。まあいろいろ逆はあるわけですね。女性の場合はですね、怒っちゃいけない、ね、怒ってはいけない、だから泣いてごまかす、だからどんな泣いてもその収まらないのは、女性の場合は特にその怒りをですねちゃんと適切に出すっていうことが必要だったりするわけですね。で、まあ恐れは何かと言ったら、未来に起こるですね、そういう大切なものを守るためなんですね。で、未来に起こる大切なものって何かって言ったら、例えばそのビルのね11階からさ、やっぱり見たら怖いじゃないですか。でもそれは怖いという感情があるから飛び降りずに進むわけですね。もしこれ飛び降りちゃって怒りがなかったら、あ、なんかパーン飛び降りちゃったらさ、自分の一番大切な命をね奪われる可能性があるわけですね。つまりその恐怖っていうのはですね、自分の命だったりもっと大切なものをですねあらかじめ守るため、で今ここじゃないんだけども、あらかじめ守るために恐怖という感情で、それを抑えるわけですね。まあ、例えばその恐怖とか心配っていうのはですね、よく僕のお母さんなんかも持ってたわけですね。で、僕がそのインドに行くって言ったらやっぱりダメだっていうわけですよ、ね、インドは怖いと、ね、だからそれは何か言ったら、自分のねその愛する息子をインドにねその行かせて、なんか変なことがあったらどうしようかというふうに心配するわけですね。まあそうやってね、その心配とか恐怖もですね程度の差はあるんだけれども、まあ、それも適切にその怖いという感情をやっぱり認める必要があるわけですね。だからもう一回言いますけども、怒りと悲しみと恐れっていうのはですね、それぞれ必要なんですね。それぞれ大切なものを守るために必要なわけですよ。怒りは今この瞬間、今ここでガッと怒りを出す、それで大切なものも守る、悲しみはですねすでに失ってしまったものですね、すでにペットとかですね、そのなんか漫才とかですね、すでに失ったものを乗り越えるために涙を流して悲しんで乗り越える大切な感情なんですよ。で、恐怖は未来ですよね。未来に起こるかもしれないなんか怖いことですね、それを守るためにね、大切なものを守るために恐怖で自分の身を守るわけですね。だから、怒りは現在、悲しみは過去、恐怖は未来っていう形ですね、それぞれ大切なものを守るわけですよ。で、それぞれちゃんと処理しちゃうとなくなるんですよね。じゃあ一方で何か、はい、喜びはですね、喜びは喜ぶほどどんどん膨らんでいくわけですよ。これが違うところなんですよね。こっちのですね、大切なものを守るための感情ね、怒り、悲しみ、恐れっていうのは適切に出せばね、その横山やすしみたいにですね、ある種の女性みたいにですね、本当は怒ってんだけども悲しみでごまかすとか、本当は悲しいんだけども怒りでごまかす、まあいろいろバリエーションあるわけですけども、でそうやって、そういうその代理感情ではなくてですね、適切に出すとそれは消えるわけです。で、最後に残るのが喜びです。喜びは出せば出すほどどんどんワクワクしてですね、まあ僕はこの本の中で喜びの巨乳化って言ったりしてんだけどさ、どんどん巨乳化していくわけですね。ちなみにこれ読売新聞でですね、広告出すときにその巨乳という文字がダメだって言われて広告を却下されて、ね、別の文言に直したっていうですね、まあどうでもいいエピソードですけどね、まあそんなことがあったっていう話です。そうやってですね、元に戻りますと、自分には価値がないというですね、ストロークを受けるわけですね。それでコミュニケーションを受けるわけですよ。で、それに対して俺は価値があるんだっていうですね、怒りを出す必要があるんだけども、それを出すことができない。なぜなら大人が怖いからね、大人は自分にとって絶対だからですね、それで小さい子それでうーっと、ごまかして、その閉じ込めてしまってね、存在してはいけないんだというビリーフを持って大人になるって話なんです。というわけでね、ちょっと今日悲しみ、怒り、恐れというですね、基本的
上の話をしちゃったんで、時間になりましたですね。はい、早口喋ってますけども、まあね、非常に大切な話です。まあもし復習したかったら、よかったら買ってください。読んでください。というわけでね、また次回にしたいと思います。高評価とチャンネル登録よかったらよろしくお願いします。どうもありがとうございました。